今回ノミネートしたのはこの5人。果たして今月のプレイヤーオブザマンスに輝いたのはどの選手なのか。それでは発表です。4月のプレイヤーオブザマンスに輝いたのは滋賀レイクスターズ狩野雄介選手です。プレイヤーオブザマンスに選ばれた感想を教えてください。僕一人ではできなかったことなので、チームメイトに感謝してます。努力をし続けてここまでのし上がってきたので、努力してきたことは誰にも負けないという、選手だと思います。狩野選手が思うキャプテンシーというものはありますか？そうですね、気をつけていることは、チームの雰囲気が悪くならないようにすることと、背中を見てもらってついてきてもらうようなところが僕の、キャプテンシーだというふうに思います。